まあまあ、なんか、ご報告が、ご報告が、うん、なんと、この度、ついに戻りました。うん、そうだね。そう、うん、で、ここなんかこのカップルとか言ったりとかしたときに、うん、そうやって魚付きがやりやすいでしょみたいなこと言ってたときに、うん、なんかちょっと外国人のタイガーとかの選手見てて、おなんか動画とかで見てた、古いですね、この人それやってると思って、そういや私もなんかあれに近いことなんか やれって言われてたなと。そう、なんかそれで、おあの自分がやったらどうしてもダサくなるから、おうん、当たってこうみたいな、うん、でもそのタイガーウッズっていうのも、うん、なるほど。でちょっとそれ見せていただけますか。よし、行こう。ここちょっと笑い欲しかったけど今ごっつい当たってしまいましたね。だからスンっていいのって言って、スンっていいでしょ。スンっていいなともともと思ってんねんで。ほんまか。なんかの助けられてる。ほんまに。そしたら分かりました、はい、そしたらじゃあスンの注意点。スンは、うん、魚付きは一緒やってんねん、魚付きも、うん、じゃあ魚付きとスンは一緒ですか違いますか。一緒ではないけど、うん、ほんなスンと魚付きは両方しないといけないんですか、どっちか片っぽだけでいいんですか。いや、スンをやってたら、うん、魚付きになる。なかなかこれほんまに分かってますよ。おう、そうですよね、魚付きから入ってどうやったら魚付きを安定してできるんだろうという先にスンがあるんですよね。で、スンができたら魚付きの意識はまあ薄くなったりなくなってもいいぐらいですよね。お、あなた分かりましたね。最初魚付きしてて、うん、ずっとやってたやん、うん、魚付きを。そんなずっとやってないだろうな。スンが開発される前は魚付きやってやん、すぐ当たらへんからともうやめとったから。それで魚付き、何が魚付きやねん。でもいや魚付きって何？みんな思ってる、みんな思ってる。じゃあそれ今あなたが分かった上でじゃあ魚付きのこと今どうですか。魚付きを最初だってやで、うん、最初何にも知らへんままに、うん、そのだから先生がいて、うん、でこれどうしたらいいですかねって言われて、こうやんねんって言われたら、うん、はってやるやん。絶対なんだね、これのに何ですかこれ。いや、なるけど、なるやろ。だって最初にこれやるんで、うん、魚の当たってたよ。そうやね。でも、最初にこうやってこうやってやるんですって言われたらさ、うん、いや、どこでやるの、うん、あれやなかったからもう、はい、これでもね、今ちょっと皆さんがこっちはもう驚くほどなんか魚好きをやってくれてる人がいるので、はい、じゃあ先に先輩ですよ、ね、その魚好きからスンに、ね、はい、こう行った、はい、ね、それの先輩としては何かコツをどうぞ。コツ、うん、でも絶対最初に魚好きはこうある程度分かってできといた方が、うん、あ、そういいと思う。だって魚好きから入って、だってスンから多分やって魚好きってやられたら多分やりにくかったというか、もうこれでこう、こうやん。ああこっからこうやん。それ知ってるわってみんな言うで。そうやね。二つ目の魚付きだけやった時は、はいはい、もう賞味やで。もうさ、ほんまに最初やってたの。はよ打てよ。ほんまに最初やってたのは、こうなってよ。こう普通ですけど。これも魚付き今。魚付きだけね。魚付きだけ。まあ、数はやってない。うん、なんか魚付きは、うわ、どうやって説明したいんやろ。こう。うん。そしてこう。
進まへん。ちょっと待って、もう前の、結構前の動画やと思うんだけど、こうなってるのがあるねん。そうそうそう、去年の今頃よ。今頃、うん、で、確かにこれでめっちゃ笑った時やんな、うん、それをこうやったら、今もこうやって出てくるから。そうそう、この間言うてましたよね、それね。そう、それで重心がこういうのを、うんうん、なくなりました。なくならせるっていうやつで逆突きをやってた、うん、そうそう、はい。これどの辺にいますか、タマカイは。タマカイもここ、こっち行ったら、そっちに行ったらもう、でこっちにいたやつちょっと打ってもらいます。こっちにタマカイがいた場合どうなるか打ってもらいます。はい、こっちにもう行きますね、はいはいはい、あ、なるほど、ミスなんですね。うん、突っ込みますね。線はもう、うん、ここから、あれこれやったの、うん、なんだこれ、水がまきで、そうやん。来た、そうやん、やってた、やってたよ、いつまでだってもこれができへんやつな。そう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 、もう今でもできてへんで、え、できんで、やって、はい。バウンド下手かよ、バウンド下手やな、うん、なんかでもめっちゃ苦労した覚えある、これ、うんうん、一回こう行ってこうみたいな、うん、そうそうそう、もうすぐこっちにやるから、こっちにバウンドさせたらもう終わりやね。そう、だからもう言ったら、そう、これに出てきましたよね、うん、はい、行きましょう。もう何回も先生に出てきて、そう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 よ、これ何回もやったもん。やってないやろ、じゃ言われた何回も、あなたもうほんま当たらへん思うともすぐやめて。そうやね、そうやね、好き勝手なことばっかりやって、いろんなことやってると思うし、そう、じゃ勝手にな、そう、うん、勝手にな、うん、でもだからもうほんまに魚付きができん時のスーンはわかりました、はい、じゃあ打ってください、はい、スーンやで、スーンをすればいい、はい、ほー、いいですね、もう夜明けですか、もう完全にもう夜明けました。もうこれでもう魚つきマスターして、スーもマスターして、もうだいぶもうゴルフスイングとしてももう完成になってきましたか。いやー、まだちょっと、あ、そう、何が、いつも山本道場ゴルフ TV をご視聴いただきましてありがとうございます。評価もぜひ、チャンネル登録はこちら、 Twitter、Instagram をやってますので登録の方よろしくお願いします。